青森煮干しラーメン。すごいなんか煮干しの香りすごいし、ね、これ風みたいなのが入ってますね。あ、うまい。なんか今まで食べた煮干し系のカップ麺の中で一番煮干し強いかも。そしてなんか、あっさり系なのに煮干しが強いという感じで、すごい食べやすくて美味しいです。なんだっけ。あ、ルーズリーフ。ドンアルファとあれだ USB メモリーを買ったんですよね。欲しくてなかったんで、あの学校のパソコンと共有したいデータがあって、でもこういうなんかね、あの500ギガとか1テラのあのやつは、あの SSD とか持ってたんですけど、こういうな何ギガの買ったんだっけかな、32とか64とかそこら辺だったと思うんですけど、この、そうそうそう。しかも、あの、自分タイプ C のやつしか持ってないから、この、普通の四角い USB に接続できて、その、まあ、32ギガとか64ギガとかのやつを持ってなかったんですよ、意外にも。なんで、買いましたね。バッファローの、まあ、普通のやつですね。800円とかで買えるやつ。まあ、特に何の特徴もないですけど。こんな感じですね。はい。僕も何買ったんだっけ、なんか、いろいろ買いすぎて、わかんなくなって、あ、例によってまたあの、アマゾンでポップコーン1キロ買ったんですけど、前まで買ってたやつがなくなっちゃったんですよね、なんか。なんでだ、なんかこの、出品者から購入しないといけないみたいな感じになって、なんかめっちゃ高くなってたんで、なんか、違うの買いました。醤油味と明太味のこの、味付けのやつも入ってましたね。久々にカフェラテ飲んでます。うん、うまい。甘っ。最近、エスプレッソにめっちゃ慣れてるから、すごい甘く感じます。これ飲んでみます。この前買ってきたネスプレッソのカプセルのパイクプレイスロースト。なんかルンゴで飲むと美味しいらしいんですけど。じゃあルンゴでいただいてみます。結構あっさり系の、味わいらしいですが、飲んでみます。緑カプセル。音が違う。なんかめっちゃ香りがいい。香りがすごくいいです。あ、うまっ。うまい。うん。なんでしょう。確かにあっさりなんですけど、しっかり味が出てるって感じですね。なんかいろんな豆試して、豆というかあのカプセル試してみるのも面白いかもしれないですね。ラテにするときはこれ。ルンゴで飲むときはこれみたいな。多分そういうのがね、あると思う。まあ、あると思うっていうか、人によって感じ方は違うのかもしれないですけど。うん、ちょっと、
せっかくなんで、いろんな種類飲んでみたいですね。まだまだ美味しいテイストのカプセルがあるかもしれないので。日がだいぶ短くなった気がしますね。今6時半ぐらいですけど、だいぶもう暗くなってます。7時くらいになると今はもう結構暗くなりますね。前は7時くらいでも結構明るくて、8時近くまで明るかったんですが、もう今7時になるともう暗いんですよね。今日はこれ食べてみます。祖母宅で祖母からもらった米沢牛ビーフカレー。まあ、レトルトカレー的なやつだと思うんですけど、大木工房でいいんですかねっていうところのやつ。結構高級そうなやつですけど、なんか祖母がなんか、ビーフカレーと、ハヤシライスだったかなが、入ったなんかこう、いっぱい箱に入ってるのから選んでいいよって言われて、ビーフカレー選んだんですけど、ちょっと作っていきます。自分は湯煎する派なんですよね。電子レンジがあんまり好きではなくて、湯煎します。では表記通り6、7分湯煎します。こんな感じですね。すごいゴツゴツ牛肉が入っててすごい美味しそうです。結構でかい牛肉がゴロゴロ、なんか想像よりまろやかで美味しいですね。すごい優しい味のカレーです。で、確かになんか牛肉の出汁というかそういうのも出てる感じがして美味しいですね。